本日もウクライナ危機のお話、その2月16日のロシアのウクライナ侵攻説、これが結構現実味を帯びているというお話。ロシアのバルト艦隊と北方艦隊の合わせて6隻、クリミア半島のロシア黒海艦隊の拠点、ロシアが準備を進めている。2月の16日を国民統合の日とすると、実は危機的状況にあるのはロシアであって。こんにちは、カズです。越境 3.0 ということで、今日も始まりました越境 3.0 チャンネル。本日もどうぞよろしくお願いします。まずはセミナーのご案内です。静岡セミナー&コーヒー座談会、一から学ぶ中東アラブ情勢、2022年2月29日土曜日13時スタートです。事前申し込み制、30名様限定です。そして群馬県の沼田セミナー、コーヒー座談会、サウジアラビアの女性市場と中東情勢、2022年3月5日土曜日13時スタートです。こちらは事前申し込み制の20名様限定。そして松山セミナー&コーヒー座談会、フラット化する世界、事前予約制の30名様限定です。2022年3月26日土曜日12時スタートとなっております。静岡、沼田、松山と3都市で行います。お近くの方、ぜひ遊びにいらしてください。詳細と申し込みは説明欄のリンクの方からどうぞよろしくお願いします。本日もウクライナ危機のお話。昨日流した動画で、2月の16日にロシアがいよいよウクライナを侵攻するんではないかということをアメリカのバイデン大統領が発表したというニュース、アメリカの政治メディアポリティクスが報じたという、そういったお話をしましたけれども、その2月16日のロシアのウクライナ侵攻説、こちらに関する詳しい情報はモハンモドチャンネルの方でかなり分かりやすく簡潔にまとめられていますので、ぜひこちらの動画の方をご覧いただきたいと思います。その2月16日のロシアによるウクライナ侵攻説、ロシアの報道官は、詐欺だ、デタラメだと、そういったことを報じているんですけれども、これが結構現実味を帯びているというお話。こちらのニュース。2月16日、ウクライナ侵攻説が現実化。ロシア潜水艦がトルコ領海を経て黒海侵入ということで、ロシアの軍艦や潜水艦がボスポラス海峡を通過して黒海に入ってきたと。これはロシア国防省の発表によると、黒海に向かったのはロシアのバルト艦隊と北方艦隊の合わせて6隻。クリミア半島のロシア黒海艦隊の拠点セバストポリに入ったということをロシアの国防省が報じています。この艦隊は黒海の海上からウクライナの陸上に送り込む大量の軍用車両や兵士らを乗せた艦隊ということで、ウクライナ南部を包囲する形でロシアが準備を進めている。これによって今日現在、ウクライナという国は北部、東部、南部と3方向を強大なロシア軍によって取り囲まれたという、そういった状況になっています。まず北部、ロシアとベラルーシとの大規模な軍事演習を行ったばかりですけれども、ベラルーシ側からロシア軍が入ってくると。そして東部には極東からも全部寄せ集めたロシア軍が大量にここで軍事演習をしているということで、ウクライナ国境近辺、東部はものすごい緊迫している状態なんですけれども、そして南部が本日報じられたボスポラス海峡を通過して黒海に入ってきて、ウクライナ南部とクリミア半島を包囲するようにロシアの海軍が待機をしていると。これによってウクライナは強大なロシア軍によって取り囲まれているという、そういった緊迫した状態になっているわけですね。こういった中で、ウクライナのゼレンスキー大統領は14日、ウクライナ国民に向けたテレビ演説で、2月の16日を国民統合の日とすると、今月16日にロシアからの軍事攻撃があると言われているとした上で、この2月16日をウクライナ国民の団結を呼びかける国民統合の日とするということで、ゼレンスキー大統領が発表しました。2月16日にはウクライナの国旗の色である青と黄色のリボンを体につけるということを大統領は国民に求めている。その上で、ウクライナは8年前、南部のクリミア半島をロシアに一方的に併合された時よりも、ウクライナという国は軍備を増強しているぞと、ロシアを牽制するような発言もしているんですね。これはもう一触即発の、もう今ギリギリのところまで来ているという、そういった状況なんじゃないかなと言えます。そしてアメリカ国務省は、在ウクライナアメリカ大使館を首都のキエフから西部のリビウ、比較的西部はロシア軍の監視が入っていない地域なので、西部のリビウに移転するということも発表しています。そして NATO 加盟国のドイツは、リトアニアに350人のドイツ軍を派遣すると。14日にはドイツの軍用車両がリトアニアに向けて輸送されているという。ということで、ロシアはこのウクライナの三方を取り囲むようにして、ウクライナ侵攻の準備を進めているわけですけど、それに対してウクライナの軍事同盟国であるグアム、ジョージア、ウクライナ、アゼルバイジャン、モルドバという、この4カ国の軍事同盟、さらに NATO 加盟国であるトルコとラトビアがこのグアムのオブザーバーをやってるんですけれども、これらの国々がこのウクライナを取り囲むロシア軍をさらに取り囲むようにして、ロシアのウクライナ侵攻への準備を進めていると。報道ではロシアがぐい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 押し込んできて、ロシアがウクライナを侵攻するというニュースが報道されていますけれども、実は危機的状況にあるのはロシアであって、NATO プラスこの NATO の弟分でもあるグアムを入れると、NATO の勢力圏というのはもうここまで来ているんですよね。
トルコ、ラトビア、ウクライナ、モルドバ、ジョージア、アゼルバイジャンといった、まあ、こういったグアムの加盟国プラス NATO というそういった勢力図で考えると、実はロシアは非常に危機的な状況にある。ロシアが崖っぷちに立たされていて、死に物狂いで自国の勢力圏を守らなきゃいけないという、実はそういう構図になっていて、言ってみればロシアの周りにもロシアの味方はいないという状態なんですよね。かろうじてベラルーシが親ロシアではあるんですけれども、ロシアという巨大な国がこれだけ長い国境線を防衛するという意味では、ロシアは非常に厳しい状況にあるんではないでしょうか。もしも2月の16日ロシアがウクライナ侵攻を始めたら、NATO がどんな軍事作戦を展開するのかにもよるんですけれども、ロシアは非常に不利な状況になるんではないかなと。そして考えられるのが、ロシアのこのウクライナ侵攻に乗じて、中国が台湾侵攻を北京オリンピックが終わった後、どのような展開をしてくるのか。これ東アジア情勢にとっても非常に緊迫した状況になる可能性もあるので、そちらの方も注目していきたいと思います。2月16日、明日、ロシアによるウクライナ侵攻が行われるのかどうか、これ非常に見ものですので、皆さんもニュースチェックしてみてください。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方は、ぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、Here we go!世界とつながりたいあなた、待ってます。